人気 SF 映画スターウォーズのグッズを集めたコレクション展が松山市大手町1丁目の愛媛 CATV 大手町オープンスタジオで開かれています。展示品は愛媛 CATV 放送部の飯尾秀樹さんのコレクションです。1978年公開の第一作エピソード4を見て以来のファンという飯尾さんが20年かけて集めた数千点のうちおよそ500点を紹介しています。最も貴重な一品は映画公開当時に発売された12体のフィギュア12バッグです。日本向けには10体が販売されましたが残る2体をネットで入手し未開封で全12種類を揃えました。裏に名場面を描いたコカ・コーラの瓶の王冠や200種類のボトルキャップも並び来場者が見入っていました。昔の小さい頃思い出したっていうかやっぱすごいですね。精巧に作られてるしシワがものすごくすごいですよね。リアルすぎるというか。コアなファンの方からまた初心者の方までいっぱいいらっしゃると思うんですけど、今回どんな方が来てもですね喜んでもらえるような内容を目指して、たくさんあるコレクションの中から選び抜きました。展示は来月8日まで行われ、来月15日まで松山市堀之内で開かれている県美術館のスターウォーズ展と合わせて楽しめます。